おはようございます。今日は N 語の漢字を勉強します。皆さん、この漢字を覚えていますか？前に一緒に勉強しました。これは夕方の夕の漢字ですね。今日はこの漢字と、この漢字と、この漢字を勉強します。夕方の夕の漢字と少し似ています。まず、この漢字を勉強します。読み方が3つあります。あなたの名前は？ヒエウです。名前。皆さん、この人を知っていますか？大谷翔平さんです。大谷。これは彼の名字です。名字。リンゴを食べる。リンゴ。これは名詞です。お。これは助詞です。食べる。これは動詞です。名詞。次に、この漢字を勉強します。読み方が3つあります。朝、昼、夜。夜。今、夜です。月、星、夜空、夜空。ここは病院です。今、夜です。彼女は看護師です。彼女の仕事は夜勤があります。夜勤。次にこの漢字を勉強します。読み方が2つあります。今、夜です。彼は寝ています。夢を見ています。夢。彼はスマホのゲームに夢中だ。彼はスマホのゲームに夢中だ。テストします。1番、
2番3番4番5番6番7番8番今日の勉強はこれで終わりです。また来週。